前回激辛でドッキリを仕掛けたんですけど喜んじゃうんですか固まってんじゃんもう全然辛くないすごい胃だけかったし俺の舌がおかしくなってるもしかしていや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 全然辛くないマジで言ってんの嫁チャンネル嫁です。今回はドッキリでございます。ドッキリでございます。前回激辛でドッキリを仕掛けたんですけどうちの夫は舌がバカなので喜んじゃうんですよね。今回ローソンの冷食の食で今回ローソンの3種類の何で今回、ローソンの冷食の3種類の3種類の冷食で今回ローソンの3種類のねこれ冷食を食レポしていくっていう偽企画をねしていきたいと思います。これ3番目にこのドリアを出していくんですけど激辛にしても面白くないので今回はこのパプリカを使ってこれパプリカですね。全然辛くないんですよね。まあねあの人ね、まあ、年も年なのでちょっと胃に優しいドッキリをねしたいと思います。じゃあ激辛を出されたと思ってぬかを喜びしているちょっともう一回ぬかをって言っちゃったぬか喜びぬか喜びぬか喜びじゃあ激辛を出されたと思ってぬか喜びしているまるこさんの顔をねみんなで楽しんでいきたいと思います。はいどうも嫁トールのまるこです。嫁です。伝わる伝わんねえ伝わんない、よろしくお願いします。お願いします。今日は何ですか。今日はね食レポのトレーニングをしたいんですよ。ああなるほど、うん、それでこれね3種類の冷食、うん、これらをね、うん、食レポしていきます今から。まあ食レポというか、まあ、食レポ練習のためにね練習、うん、そうまるこがまたその流れですか。うんだってね。どっちかって言ったら嫁の方がやらなきゃダメでしょ食レポの練習。いや待って待ってギターとさ喋り取ったらさあなたもぬけの殻だよでも俺そんな練習しに行っても結構できる気するけどな何をおっしゃいますかこれうまいわこれうまいよやべうまいおいしいわこれはうまいいやでもあの干し肉の人に言われたくねえいやいやいやできてだから真剣にやってほしいの。あなるほどねテレビとかで見るような食レポっぽい感じをやればいいのね。そうそうそうやればなんで俺だけやってどうすんのよ。いや、うん今後のスキルアップのためどうなんだろうね。俺ローソンの冷食って食べたことないけど、うんうん、美味しそうだよな。なんかこうやって見た感じね、うん、ドリアいい。ドリアとか手軽になんか食べれたらいいね。ねたこ焼きはやっぱ普通のたこ焼きの方が美味しいと思うんだよはいはい何何何何なんだナポリタンもどうかな。冷食とかコンビニとか美味しくなってるからね、うんうん、じゃあどれからですか。スパゲティか。スパゲティ食べたい。じゃあスパゲティからやっていこう。お願いします。はい先に全部チンしちゃおっか。あ、そうだね。いや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 エントリーナンバー1え、そういうやつ。ナポリタン。ちょっとなんでミルクティーあんの。熱いなんか辛い匂いする気がする。辛いって辛くないってパンも入れてない。なんか辛い匂いする気がする。辛くないよ食べてみて。私も食べたいもん。いやいやいや本当に何もしてないよそれでは今日はこちらのローソン、ロートンローソンの冷凍食品ナポリタンをいただいていきたいと思います。もう冷食に見えない器はプラスチックなのに器はいいじゃん洋食屋さんみたいなちゃんとした匂いがするね。本当？うんじゃあちょっといただいていきたいと思います。
味しいでしょ。辛くなかった。ほらなんか辛い匂いしたもんだって。やるんってそんなこと。あんなお腹痛めてさ、3日くらいずっとお腹痛めてさ、胸が痛いよ。反省したって。いや、やばかったね。いや、やばかったね。好きだけどね。もっとやっぱ冷食やからグニグニかなって思ったの。うんうん、アルデンテとまではいかないけど、ちゃんと歯応えがあって、きちんとそのナポリタンの味がする。どうしたの？自分で言って下手くそと思ったの。ナポリタンだよこれは。ねえ、ナポリタンだからナポリタンの味がするよ、そりゃ。ちゃんとしてください。古き良き、そういう洋食屋さんのナポリタンの懐かしい味がしますね。お鼻からふんと抜ける香りが、ちょっと幼い頃を思い出すとかね。なんか田舎町のかわいい。エントリーナンバー2、たこ焼き。腹立つな、相変わらず。なんか普通にね、美味しそう。これは普通だな。何その言い方。あ、ダメダメダメ、そう、もう始まってたのね。今ね、俺もう戦いは始まってた。これもでもすごいね、うん、見た目で言ったら冷食感ない。普通に売ってそうなルックスしてる。うんうん、美味しそう、うん、たこ焼きはね、ちょっとうるさいよ。暑いな。たこ焼きをね、いただきたいと思います。美味しい、うん、うん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 、生地の出汁感とか、うん、中のふわふわ具合とか、もう冷食なんだね、これでね。あれ、下手くそだった。うん、さっきとあんま変わんないよ。だってさ、終了次行きます。このミルクティーは何なの。いや、あのね、好きでしょ。最近俺飲んでたっけ、ミルクティーなんか。飲んだじゃん。え、酔ってる時。うん、飲んだか、俺。なんで片言なの俺。俺ミルクティー飲む。買ったな。でもなんか今久しぶりに飲んだらうまいなって思ってる。すぐ忘れるでな。すぐ忘れるでな。呼べチャンネル。エントリーナンバー3、グラタン。グラタンだっけ。ドリアかな。ドリア。うわー、ほらね、だから。いやだってチンしたら赤くなる。ならないよ。すごいね。すごいよ。これ何。え、もう塊。なんかなんか付属品ついてたもん。これ固まってんじゃん、もう。前回より入れちゃったかもしれない。無理じゃん。違うよ、入ってる。だって匂いか、すげえ辛い。すげえ辛い匂いするよ、ほら。うん、辛いね。違うのよ、見えねえんだって、ほら、掘っても掘っても出てこねえから、下からさ。分厚いよ、地層が。地層が。もうね、見た目がもうだってさ、これ見るかな、すごいよ。いただきます。はい。え、全然辛くない。じゃあ前もそうだったの。全然いける。いけるいける、全然いけるって言ってたもんね。そうそう、全然いける。後で来るんだよ。もう一口いってみたら。美味しい。ちなみになんかね、唐辛子の味がすげえする。辛いとかじゃなくて、うん、めっちゃくちゃ唐辛子の味する。へえ。クリームで消えるのかな。あ、そうかもしれん、もしかしたら。え、全然辛くない。あ、なんか辛くなってきたかも。なんか胃がカッカする。本当に、うん、本当に言ってんのそれ。本当に言ってる。カッカしてきた。してきた。口痛い。口痛くない。辛
辛くないの、なんで？クリームだから。俺の舌がおかしくなってるの、もしかして。辛、一周回ってる？辛すぎてもうぶっ壊れたの今。辛いけどうーってなんない。え、なになんで？え、なんか違う違う、ちょっと一口言ってみちゃ。いやいや、いいってば、本当に辛いってば、本当にいいって、いい、私はいい。ちゃん、いいって。マジで大丈夫？いやいや、これすごい発見かもしれない。辛いもん。じゃマジでマジで。やだやだ。じゃマジで言って。じゃ本当に。辛くないって。これすごい。あ、辛い匂いが。あ。でしょ？すごい匂いすんの。ね、いや辛いって。いや辛くないよ。辛い辛い。いや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 、全然辛くない。辛い辛い。マジで言ってんの。何俺進化したの、俺もしかして。やばいこれ。ええマジで本当に辛いってば。辛いな。おやばくない、見て鼻水出てきた。でも胃だけこん、すごいカッカしん。なんでカッカする。するよね。なんで。知らん知らん。俺に言われても知らんよ。なんで私に食べさせたの。なんで。辛いじゃん。だってそんな。何よ、何なのよ、何よ、でででで、何よ。口痛いのが全部かまされる、クリームによって。多分。え、じゃあそれ粉末のまんま食べてみたら。さっき食べた。どう。辛い。本当に言ってんの。本当に本当に辛かったよ。でもいつもほど、うん、いつもほどじゃないの全然。なんか喉にきた辛さが、うん、今回はもういいよ、分かってるから。激、はい、激辛くないと綺麗でした。辛くないよこれ。だってさ、いや辛くないよ。だから言ってんじゃん、俺ずっと辛くないよって。辛くないよ。どういうこと。これパプリカ、パプリカの粉末をかけてみた。あー、え、ちょっと待って、じゃあなんで俺カッカしてんの。私が聞きたいよ。どうして。スバーッと帰ってくる。何これ、何なのじゃ。え、マジ俺でもいいカッカする。本当に言ってんの。本当に言ってる。過剰摂取、辛くはねえよ。だからずっと言ってるじゃん。辛くねえよ、1ミリも辛くねえわ。ちょっと俺途中本気で焦った。俺俺いよいよ失ったかなと思って。味覚失ったのかなと思って。だからさ、私一生懸命リアクション頑張ったんだよ。辛がってたな、そういうの。なんでこうなった。辛くなかったっす。うん、美味しいよね。でも美味しくない、こんだけ量かけてもさ。でもさ、うん、なんか、うん、口に入れた瞬間、うん、辛い気がする。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方は、動画の高評価、チャンネル登録と、ベルマークよろしくお願いします。あと Twitter と Instagram のフォローもお願いします。あとパプリカパウダー好きだよっていう方も動画の高評価よろしくお願いします。俺何、なんかテンションおかしいんだけど。なんかどうしようもない気持ちになってる今。というわけで、よかったらまた見てね。また見てね。ね、俺のこの振り上げた拳どこに下ろせばいいの。小部屋の方で完食いたします。完食します、見てね。はい。